青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様、放送日の関係で少し遅くなってしまいましたが、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。婚活料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。青木さんともどもこの番組愛され召し上がれ、どうぞよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さて始まりました、愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、婚活料理カウンセラー青木由美さんがラジオをお聞きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組です。今年もですね、我々並びにスタッフ一同、この番組をお聞きの皆様方に楽しんでいただける内容で進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い立てますよ。バラバラになっちゃいましたね。ちょっと難しいね。ということで、あの歌舞伎の口上みたいになりましたのはですね、あの後でご説明差し上げますが、ね、本編に戻りまして、2020年初めのコーナーは冷蔵庫の残り物三段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。そして残り物三段活用ということで、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今回の食材は何でしょうか。今回はお正月も終わって、今がちょうど旬の長ネギのレシピを3つご紹介したいと思います。長ネギ、確かに残りますね。そうですよね、うん、この長ネギなんですけれども、はい、辛味成分には殺菌効果や血流を良くする効果があると言われていて、はい、まあ、風邪をひきやすいこの時期にはね、ぴったりの食材になっております。はい、なるほど。じゃあ早速、はい、3品ですけれども、長ネギたっぷり牛丼、はい、簡単焼きネギ、焼きネギ、スパムの長ネギ和え、スパムと長ネギ、こちらの3品となっております。はい、まず1品目、はい、長ネギたっぷり牛丼、はい、長ネギ1本、牛切り落とし肉、めんつゆ、ご飯です。お、それだけでいいんですね。そうなんです。まずはですね、長ネギを葉の部分まですべて斜めに細切りします。細切りですね。次にフライパンにめんつゆとお水を入れて沸騰させます。はい、沸騰したつゆの中に長ネギと牛肉を入れて、はい、お肉に火が通ったら火を止めていきます。はい、そしてこれで完成なので、ご飯の上に乗せて丼になります。はい、簡単。そうなんですよ。なんか牛丼というと、はい、こう玉ねぎを使って作るっていうイメージだと思うんですけれども、ありますよ、ね、長ネギだと、はい、さらにね、短時間で作れますので、時短にもなってきますね。そうなんですね。そして2品目は簡単焼きネギ、はい、長ネギ1/2本とごま油だけです。あ、本当にそれだけ。そうなんです。でまずはネギを3センチの長さのぶつ切りにしていきます。はい、次に耐熱皿に並べて、はい、ラップをして電子レンジ600ワットで1分半加熱をします。1分半チンですね。次にフライパンにごま油をひいて、はい、中火で熱したら、はい、ネギを並べてもらって、表面にね、焼き色がついたらもうこれで OK です。それだけ。そうなんです。でね、すごい簡単。味付けは好みで、お醤油とかお塩、はい、味噌などを添えてもらえれば完成ですね。なんか七味なんかかけても美味しそうですよね。それも美味しいですね。電子レンジで加熱することで焼き時間を短縮することができますので、はい、あっという間に作ることができます。試してみたいです。そして3品目は、はい、スパムの長ネギ和えです。うん、スパム、はい、こちらはですね、長ネギ1本、はい、スパム 1/2 缶、はい、鶏ガラの素小さじ 1/4、ごま油小さじ1、はい、塩コショウです。はあ、このスパムとね、組み合わせるというのがとても気になりますね。おつまみにもいいんですけれども、はい、まずは長ネギを縦に切り込みを入れて、皮だけの状態にしたら斜め千切りにします。皮だけの状態、はい、そうするとですね、これ千切りした後に白髪ネギが出来上がるんですね。はい、あのラーメンの上とかに乗っている細いネギですよね。そうです。でそしたらですね、次にスパムを3ミリ幅の細切りにして、はい、マッチ棒のような形に切っていきます。はい、そして次にボウルに長ネギとスパムを入れて、はい、鶏ガラ、ごま油、塩コショウで味をつけて完成です。あ、
なるほど、長ネギ和え、そっか。そうです。これね、スパムではなくて、はい、チャーシューとかね、サラダチキンでも作ることできますので、アレンジが効くんですよ。じゃあこれだけでも3品作れちゃいますもんね。長ネギとね、スパム、 そしてチャーシュー、そしてサラダチキンというね、お鍋でもね使う長ネギですの です、ね、冷蔵庫でも余ることあるんじゃないかなと思いますので、うん、なるほどね。長ネギ、結構長ネギ使うこと多いんですけど、まあ、お鍋にそのまま入れるとか、まあ、ちょっと刻んで、まあ、なんですかね、お豆腐の上にかけるとか、そういうね、お味噌汁に入れるとか、そういうのはねやったことあるんですけど、こういうねおしゃれなおつまみにも合いそうな長ネギのレシピ、すごい嬉しいですね。いっぱい作る、いろんなね種類の料理を作ってみてもいいんじゃないかなと思うんですよ。そうですよね、まあ、これからの時期ね、やっぱりこう風邪なんかも、そうですね、気をつけたい時期なので、長ネギちょっと日常にね取り入れていきたいですよね、なるほど、ありがとうございます、うん、はい、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんですね、長ネギ使った追加の一品おすすめでございます。以上、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回は、はい、電子レンジ付きオーブンレンジの人気売れ筋ランキングです。電子レンジ付きオーブンレンジ、そうです、電子レンジにオーブンレンジが付いてるということですよね、まあ、電子レンジだけっていう商品もね、売ってはいるんですけれども、はい、電子レンジだけの商品よりも、はい、オーブン機能が付いていた方が、まあ、料理の幅とかね広がっていきますし、お菓子も作れますし、なるほど、さらにはトーストも焼けますので、はい、場所がコンパクトで済むというものですね。確かにそれがあればもうね、何でもできちゃいますもんね。1個で済みます。でね、3月からやっぱり一人暮らし始めるなんていう方もいらっしゃると思いますし、はい、今年こそ料理を始めようって思ってる方もいると思いますので、はい、ね、買い替えようって思ってる方のための今売れてる人気商品をご紹介しようと思います。お願いいたします。まず3位、はい、東芝さんの石窯ドーム ERTD3000、価格ドットコムで税込み 49,758円です。こちらね、300度の高火力で美味しく調理ができるので、はい、パンとかサラダ、ピザもね、美味しく焼き上げることができて、はい、そして電子レンジで温めるときにも全体をムラなく温めることができるんですね。へー、パンとかね、作ってみたいななんていう方にもおすすめの商品です。あ、パン作りいいですね。そして第2位。はい、シャープさんの RESS8X、はい、価格ドットコムで税込み 21,800円です。あ、ちょっとお手頃ですね。そうですね、はい、こちらはですね、壁にぴったり設置しても大丈夫な設計でして、狭いところでも大丈夫なんですね。嬉しい。で、電子レンジはね、はい、1000ワットっていう、通常は600ワットとかが多いんですけども、1000ワットまで使えますので、短時間で温められたり、1人分のご飯とあとおかずの加熱が同時にできるスピードメニューっていうのがついていてですね、一人暮らしでちょっと温めたいっていう時にぴったりの商品です。そうなんですね。いいですよね。いや、これは嬉しいですよ。そして第1位、はい、日立さんのヘルシーシェフ、はい、MROVS7、うん、価格ドットコムで税込み 28,512円です。こちらはですね、はい、ノンフライ調理、油を使わないでね調理をするというものや、はい、100度以上に高めた水蒸気の中での調理ができるというもので、料理をヘルシーに仕上げることができます。嬉しい。これいいですよね。ダイエットしたいなんていう女性にはぴったりの商品ですし、またですね、電子レンジ内のお掃除もですね、はい、水蒸気の効果でとっても楽にできるというところがちょっとおすすめだなと思います。お掃除まで、そこまでちゃんと考えてらっしゃるんですね。嬉しいな、やっぱり売れてるものっていうのはね、それだけお掃除のことまで考えてるんだなと。いや、本当ですよね。女性には特にね。そして一人暮らしのちょっとお忙しい方とかは ね、お掃除なかなか大変なんですよね。こちら ね、ちょっとこれから買い替えようかななんて考えてる方とか、はい、
今年こそちょっと料理本格的にやろうかななんていう方にはちょっとね見て調べてみても、もらいたい商品ですね。なるほどね。まあどうしてもね電子レンジだけっていうのもありだと思いますけどね、先ほどねおっしゃっていただきましたけどオーブンレンジ使うことによって、ね、こう料理の幅も広がり、 そうですね、そしてヘルシーなお料理も作れちゃうかも、みたいなところでね、ワクワクしますね。はい、ちょっと新しい年になりましたので、まあ、ちょっと新たにね考えてみても、ね、家電から揃えてみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。以上ランクザ調理キングのコーナーでした。さてここからは2020年最初の月の放送ということで、おめでたいスペシャルゲストの方をお迎えいたしました。歌舞伎俳優の6代目市川おめぞうさんです。おめぞうさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそスペシャルかどうか分かりませんけれどもね。いや私たちとてもね緊張しておりますよ。本当ですか。はい、今回とっても楽しみにしておりました、うん、ありがとうございます。もうビッグゲストの方にねお越しいただいたということで、ね、そうですね、はい、とても楽しみにさせていただいておりました、はい、ありがとうございます。こちらこそです。それではですね、まずは新春スペシャルゲスト歌舞伎俳優の6代目市川おめぞうさんの略歴をご紹介させていただきます。6代目市川おめぞうさんは1967年東京都のお生まれで、4代目市川左團次さんの ご長男でいらっしゃいます。歌舞伎名跡市川おめぞうの東大です。で主に立役を演じられ、荒事やどっしりとした悪役から3枚目までこなす演技派でいらっしゃいます。新春浅草歌舞伎で長らく中核を務められるなど、歌舞伎界では若手の兄貴分的存在の方でいらっしゃいます。近年ではお父様4代目左團次さんのお役を継承される一方、新作歌舞伎スーパー歌舞伎セカンドワンピースやおぐり、そして三谷幸喜歌舞伎、月明かり目指すふるさと風雲児たちなどでも存在感を見せ、また NHK 朝の連続テレビ小説だんだん、三谷幸喜監督作品映画記憶にございませんほかで存在感のある演技を、ドラマや映画にもご活躍の幅を広げていらっしゃいます。はい、ということで、はいはい、今回ですねいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、今回はですねちょっとお仕事編ということで伺ってまいりたいと思っております。はい、お願いします。おめぞうさん、あの年が明けましたけれども、はい、あの昨年はどんな1年になられましたかね。そうですね、はい、まずですけれども、はい、まあ自分の本当に卑怯の年と言ったら変ですけれども、本当は毎年そうでなくてはいけないんですけれどもね、はい、うん、だけどもまず三谷、まあ、幸喜さん、はい、もうこの出会いが一番もちろん大きいです。あ、なるほど、はい、それでやっぱりその自分の中でなんですけれども、その20代から15年ぐらいですか、はいはい、やはり浅草歌舞伎とさっき言っていただいたんですけれども、はい、はい、まあ、市川猿之助さん、中村勘九郎さん、はい、中村七之助さん、中村獅童さん、はい、まあいろいろとなんですけれども、はい、もろもろ初めはその5人で始めて、あとまあ猿之助さんのお父様の段四郎さんという、はい、方が上置きと言って、責任者みたいなもんですね、監督役で、はいはい、それで始めたのが浅草歌舞伎で、やはりこの、まあ、人々との、はい、20代の出会いというのは自分の中の節目というか、もう本当にハッピーな毎日というか、はい、はい、やっぱりここで変わりましたね、人生的な部分っていうのが。そうですか、はい、ですからやっぱりそういう一つ一つのなんていうんですか、人間思い出とか、はい、そういう一歩ずつこう噛み締めて、はいはい、なんだかんだこの年になってしまったんですけどね、はい、いやいやいや、はい、いやもう本当にじゃあ、まあ、そういった意味でもすごく濃い1年だったということですかね、うん、そうですね。あとは、まあ、自分の中で1年に必ずお正月1日2日に決め事ってするんですよ。はい、もう単純なんですけれども、はい、例えば靴を揃えるとか、朝起きたらお水を飲むとか、はいはい、朝うがいをまずですよ、はいはい、あのするとか、うん、もう簡単なことでいいんですけれども、それを必ず毎日やっていこうっていう習慣をつけるという、はい、まあ今年はそれがたまたま毎日できたんで、自分としてはまあ今年も、はいはい、なんか決めて毎日やっていきたいと思うという、なんか去年の思い出というか、振り返りというか、はい、あ、
なるほど、はい、そうなんですね。ちなみに、はい、歌舞伎俳優さんっていうのは基本的にお正月ってどういった過ごし方されるんですか？はい、もう単純です。もう2日3日から初日が空きますんで、はい、まあ、12月の、まあ、暮れですね、はい、皆さんが言うもうあのクリスマスだとか、はいはい、お正月ムードの時にお稽古が始まりまして、はい、ですから大体26、27ぐらいからお稽古始まりまして、はい、そんで30日ですか、はい、お稽古が終わり、はい、31、1日と、はい、まあ、お年始回りですか、はい、準備やら回ったりしても2日3日には初日が空いて、はい、まあ、お正月ムードはムードなんですけれども、気分的には、はい、緊張感漂う年末年始っていう感じですかね。あ、はい、そうなんですね。まあ、その歌舞伎俳優さんの、うん、まあ、私役者をやらせていただいていますので、あ、はい、まあ、この役作りってどうやってされてるのかなっていうのがすごく気になっているんですが、うん、気になりますね、そうですか。いやいや、もう先ほど言ってくれたみたいに、僕全然テクニックも何にもないですから、存在感だけですから、もう、はい、単純にもう存在感があればいいなと思って、はい、やっていってますね。なんかその、うん、先輩方に聞かれたりとかっていうのもされたりはされるんですか？うん、今はあの本当親切丁寧に教えてくれるんですけれども、もう昔はうちの親父市川左團次からもう言われてるんですけど、見て学べ、見て盗め、はい、聞いてもその数多くは教えてくんないですね。はい、そんでうちの親父さんに聞いても、うん、見てればできるだろうって一言言われて、終わってしまうんで、まあ、厳しい反面、はい、やっぱりちゃんと見てなさいよという優しさがあったり、はい、ですから今スマホで皆さんこう調べてすぐ答えが出るんでしょうけれども、答えを探すまでに時間がかかるのと、やっぱり自分の足でこう、なんていうんですか、一歩ずつこう進んでいって、まあ、噛み締めてっていうとね、踏んでいくから違うんでしょうけれども、はい、噛み締めて踏み締めて、はい、いろんなものを、なんていうんですかね、自分のものにしていくっていう感じなのかな。なるほど、うん、じゃあ観察力がものすごい優れていらっしゃるんですかね。そうですね。だからまあね、先ほどは存在感だけでなんてふざけたことも言ってますけれども正直言って、だからですから、その自分がいただいたそのお役っていうんですか、まずもう第一印象的にそう見えないといけないっていうところのもう底辺の部分なんですけれども、もうそこから始まりますんで、はい、まあ、初めの一つ二つができないと三つ四つって絶対僕つながっていかないと思う人間なんですよ。ですからやっぱり人間って向上向上っていうと、1にはできてるから3からって思うのは間違いだと思うんで、まず自分でお役いただいて大切なのは、単純にそう見える、そういうふうに感じられる、うん、まあそういうことから始まるのかな。なるほど、はい。まあ、あの先ほどあのお父様の市川左團次さんのお話もしていて、うん、はい、いただきましたけれども、うん、お父様ってどんな方ですか、おめでとうさん。そうですね、後ろ姿から見ると、はい、かっこよくいぶし銀の方ですかね。いぶし銀、うん、渋いですね。あ、素敵ですね。まあ、ですから学ぶところ、もちろん親子でも好き嫌いなところっていうのは人間ですから、まあ、いっぱいありますけれども、うん、ですけれども一番僕が欲しいなっていうのは、その何やっても品がある方なんですよね。なんか指先にこう素敵さというか、そういうものがにじみ出るんで、なかなかそういうのって、まあ下世話な話ですけど、お金払って買えるものではないんで、うん、そうですよね、はい、ですからそういうところを学んでいければなとは思うんですけど、なかなかね、憧れでもあるんでしょうね。ただ怖い存在でもありますね。でも尊敬という言葉でまとめるのはちょっとあの簡単かもしれないですけれども、やっぱり尊敬されるお父様っていうのはすごく憧れますね。そうですね、尊敬はしないですけれども、憧れの人物ですね。憧れの方ですね、はい、ありがとうございます。あの梅蔵さん、あの子供の頃からやはり歌舞伎の世界にこう触れていらっしゃると思うんですけれども、はい、周りのお友達と話題とかって合いましたかね。気になりますよね。どうなんでしょうか。だい
たい小学校2年3年ぐらいから、はい、舞台出させていただいて、その前に初お目見えってなるのか知らないですけれども、楽屋にこう遊びに行くと、1日だけなんですけれども、はい、親父さんがこう弾いて舞台へ出てくれたりとか、もう皆さん出しちゃおうよなんて言って、はい、本当に1日だけなんですよ、はい、その出れるものしか無理ですけれども、何でも出れるわけではないですから、ない出していただいたりとか、もうそこから始まってるんですけれども、はい、一言で言うと大人びた子供みたいになっちゃいますね。大人の中で育ってるから。そうですよね。だから周りの人と会う会わないっていうよりも、小学校僕1年半ぐらいしか行ってないんですよ。小学校6年のうち。こう見えてもすごい病弱でね、大変栄養失調みたいな子供でしたから、はい、ですから今の姿からは想像もできないですよね。まあがたい良くなっちゃいましたからね、はい、ですから、まあ、公演が1ヶ月じゃないですか歌舞伎って、はい、その前後1ヶ月、まあ、3ヶ月ぐらいですか学校を休んでしまうので、はいはい、ですから本当よく出させていただいてたんで、小学校1年ぐらいですかね、はい、ですから学校行ってなかったんで、はい、なんて言ったらいいのかな、学校行くのが憧れみたいに僕なってましてね。そうなんですね、はい、僕横浜に住んでたんですけれども、はい、横浜のもう普通の私立じゃなくて一律の方ですね、はい、横浜市立の学校へ行かさせていただいてたんで、はい、はい、ですから周りの人たちがこう何て言うんですか、列で本を買って貸し借りなんかしてたんですけれども、うんうん、そういう中に入れないんですよね。あ、先生が気遣ってくれて、なるほど、ね、はい、そのまあお仕事で来れないんで、はい、残念ながらお仲間に入れないのよなんて言って優しさをかけてくれるんですけれども、うん、一緒に遊んだり一緒に学んだりということができなかったんで、はい、わがままを言っても中学高校は絶対にもうお芝居でないで学校へ行くなんて親に逆らった時期もありましたね。はい、そんなね、さまざまな経験されて今ね、梅蔵さんもご出演なさってるスーパー歌舞伎、はい、こちらのスーパー歌舞伎と普通といいますか、まあ、一般的な歌舞伎の違いっていうのを教えていただいてよろしいでしょうか。違い、根本的に土台になるのは一緒なんで、僕は個人的にこっちがこうでこっちがこうですよっていう違いは自分の中にはないと思います。ベースはもちろん古典の歌舞伎を市川猿之助さん大切にしてるんで、スーパー歌舞伎でもなさっていってるんで、ただまあ違うというのは、はい、歌舞伎はいろいろなジャンルになって、もともと古典というものが真ん中の大きい柱だとしてください、でもこれが一番大切なんです。この柱が細ければ細いほど壊れやすいです。真ん中の柱が太ければ太いほどいい作品ができると思ってください。ですからスーパー歌舞伎というのはそれに、まあ、派手さだったり、今風な演出、お客様をもっとこう沸かせる演出、はい、そういうものをプラスアルファしたものがスーパーってつくぐらいですから、ね、そうですよね、はい、ですからスーパー歌舞伎だと思っていただいていいと思うんですけれども、別に古典歌舞伎がその演出が悪いとかではなしに、やっぱり昔のものを伝承して大切にやっているんで、はい、これがないとやっぱりいけないんですよね。なるほど、はい、ですからこれが本当に同じ柱の太さではなしに、本当に真ん中の太い幹、もう大黒柱ですね。それに対してのあれなんで、あ、なるほど、はい、ちなみに梅蔵さん、三谷幸喜さんの映画とか舞台にご出演されていらっしゃるじゃないですか、はい、で実際にこのご一緒されてみて、三谷さんってどんな方でしたか。うん、そうですね、ただ単に一言で言うと大好きな方ですね、はい、僕は。あ、大好きな方、うん、もう本当に三谷監督にも言ったんですけれども、出会いに感謝って僕書いちゃったぐらいですから。あ、なるほど、はい、本当に。ただまあお忙しい方なんで、会うとかおしゃべりする時間があんまりないんですけれども、はい、映画でも芝居でもまあ近くへこうちょっとこう寄ってきましたね、で一言だけ言ってくれるんですよ、あんまり多くは語らず、はい、ですけどそれがすごいなんか優しさというか温かさというか、はい、あ、温かい方だ、はい、例えばの話なんですけれども、本当に
もうちょいはっきりねとか、うん、明るくねとか、うん、大きい声で言ってくださいねって本当に一言のあるとボイスで、はい、わあ素敵な方ですね、はい、ですからもう僕は大好きな、はい、方なんです。ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。あとですね、実はですね、はい、あのオープニングで、うん、あの今回おめぞうさんがゲストということで歌舞伎の工場みたいなことにちょっとチャレンジさせていただいたんですけれども、はい、本当にちょっと難しいなと思ったんですけど大変恐れ多いんですが、はい、まあ、本当の歌舞伎の工場ラジオで披露していただくことはできますでしょうか。いえ、もうパーソナリティの方がやっていただければいいと思うんで、まあ、教えね、うん、いたしましょうっていうのはおこがましいですけれども、でも簡単なんですよ。単純に自分の言いたいことを言いまして、はい、まあ、抱負だったりとか、はい、そのこう見ていただいてる聞いていただいてる方に対しての言葉をつけた後に、はい、隅から隅までずずずいと御願い立て祭りまするってつけると歌舞伎らしい感じになるんですよ、はい、実際にやっていただくことって、ぜひ、もう全然僕なんかよりも全然やってください、はい、ちょっとね、ぜひお願いして。じゃあなんか抱負を言った後に、はい、僕がその隅から隅までの最後の言葉をじゃあ言わせていただきますんで。わかりました、はい、じゃあ由美さんがいいです、ね、抱負を何か。はい、はいはい、じゃあ私、今年もこのラジオを通してお聞きの皆さんにお役立つ情報をですね、どんどん伝えていきたいと思います。隅から隅までずずずいと恋願いあげとて祭りまする。こんな感じですね。ありがとうございます、はい、いやこんな間近で聞かせていただけるなんて、いいえそんな大したことないです。他の方がやればもっと立派なんですけどね。今年いい年になりそうな気がしております。ありがとうございます。ありがとうございました。ですね、次回もぜひあのお越しいただきましてですね、この番組のコンセプトである、はい、あの料理とか婚活についてプライベート編ということで、うん、はいはい、いろいろお伺いしていきたいと思います、はい、今回は新春スペシャルゲスト前編といたしまして、歌舞伎俳優の六代目市川おめぞうさんにお仕事編ということでお話をお伺いいたしました。おめぞうさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。由美さん、今回いかがでしたか？いや、貴重なね、歌舞伎の世界、とっても興味深い話聞かせていただきましたね。本当に楽しい時間ですね。そしてお聞きの皆様へ、私青木由美の SNS、インスタ、Facebook なんかでもですね、さまざまなお料理の写真など載せておりますので、ぜひチェックいただけたらと思います。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。